奥の細道の風景地は松尾芭蕉の奥の細道に関連した国指定の名称である。指定場所が地理的に離れた複数の県に及ぶ点が特徴となっている。2014年3月18日に最初の指定が行われ、その後下記の指定履歴の通り追加指定が行われている。江戸時代に松尾芭蕉とその弟子の空が訪れ、 奥の細道に記した名称や旧跡は、平安時代の歌人である農院や西名が読んだ古唄にまつわる歌枕も多く、古来から近世に渡り広く鑑賞の対象となってきた。今なお、王子の風景が残り、後世の人々にも影響を与え続けている。このような気候文学の傑作である奥の細道を横糸とし、関連する景勝地を縦糸として、 個別ではなくつながりのあるものとして、一体的に保護しようとする意図のもとで複数の風池景観が名称として一括指定されている。指定対象の風景地は、埼玉県、栃木県、福島県、宮城県、岩手県、山形県、秋田県、新潟県、富山県、石川県、福井県及び岐阜県の12県、26カ所を数える。 複数の場所を一体的に指定した名称の先行例としては、イーハ東部の風景地指定及び2006年追加指定、や、ピリカノカ指定、2010年、2011年、2012年、2013年、及び2014年追加指定がある。名称、奥の細道の風景地として、以下の26カ所が指定されている。ありがとうございます。